amazon.ca は Amazon 出品サービスのカナダのマーケットプレイスです出品者は他国で使い慣れたプラットフォームを利用して出品し Amazon に信頼を寄せる多くの現地購入者にリーチできます カナダ、米国またはメキシコで大口出品者として登録すると、自動的に一つのアカウントで Amazon のすべての北米マーケットプレイスにアクセスできるようになるため、出品商品を国外の購入者にも簡単に紹介できますこれはノースアメリカユニファイドアカウントと呼ばれます カナダまたは米国で小口出品者として登録した場合この2カ国のマーケットプレイスにはアクセスできますがメキシコにはアクセスできませんでは a m a z o n .ca の出品サービスについて説明します大口と小口の2つの出品形態があり米国と同様に少数の商品から多数の商品まで柔軟に出品できます a m a z o n .ca には25種類以上の商品カテゴリーがあります ただし、大口出品者のみが出品できるカテゴリーや、事前承認が必要なカテゴリーもあります。カナダで出品を開始する前に、出品する各カテゴリーの出品要件を十分に確認してください。マーケットプレイスごとに異なる要件もあります。また、商品がカナダの法律、規制、基準にすべて準拠していることも確認してください。 例えば、商品ラベルにフランス語と英語の両方の記載が必要な場合があります。Amazon.ca の出品手数料には、大口出品者の月額利用料と、商品カテゴリーごとに異なる販売手数料が含まれます。Amazon.ca と Amazon.com の料金体系は似ていますが、マーケットプレイスごとに異なる特定料金もあります。3カ国で販売する場合であっても、月額利用料のお支払いは、 登録したマーケットプレイスの料金のみですカナダの商品カテゴリー、要件、出品手数料などの詳細については Amazon.ca の料金表をご覧ください Amazon.ca に出品するには2つの方法があります Amazon.com または Amazon.com.mx の出品者はセルアクロスノースアメリカビジェットを使用してユニファイドアカウント機能を利用してください Amazon 出品サービスを初めて利用する出品者または北米以外の Amazon マーケットプレイスの出品者は a z o n .ca スラッシュセルにアクセスし登録を開始してください最初にアカウント設定をカスタマイズしてくださいシッピングセッティングズでカナダからの注文に適用する配送料を設定する必要があります詳しくはセラーセントラルのヘルプページでノースアメリカ・ユニファイドアカウントを検索してください